おはようございます。9月23日月曜日、武雄市役所復興支援だよりです。被災された皆様の一日も早い生活再建を目指し、復興対策室を開設しました。それに伴い、災害相談専門ダイヤル市役所1階に総合相談窓口を設置しております。災害相談専門ダイヤルの電話番号は 0954-27-7510 です。開設時間はいずれも8時30分から17時です。災害復興に関することはお気軽にお問い合わせください。イノシシ等被害防止策の補修・修繕の補助についてのご案内です。今回の豪雨災害により被災された農家の方を対象に、補修・修繕に必要なワイヤーメッシュ・電気柵の購入費用の9割を補助いたします。詳しくは農林課 0954-23-9335 へご連絡ください。弁護士による被災者向け無料法律相談のご案内です。住宅が浸水して建て替えや修理をしたいが、住宅ローンが残っていて新たな借り入れができない、車が浸水して使用できなくなった、借家が浸水して住めなくなってしまった時の家賃や修繕の問題など、弁護士が相談に応じます。日時は9月25日水曜日、27日金曜日、いずれも10時から16時です。場所は市役所1階被災者総合相談窓口で開催いたします。予約は不要ですが、先着順で、相談時間は1組20分を目安としております。詳しくは復興対策室までお願いします。被災された事業者の方へ金融支援についてご案内いたします。今回の豪雨災害により被災された中小企業・小規模事業者等の方々を対象に、さまざまな金融支援制度がございます。詳しくは商工観光課 0954-23-9237 へご連絡ください。災害援護資金の貸付制度のご案内です。災害発生時に武雄市内に居住していた世帯で、家財などに3分の1以上の被害があった世帯の方は、災害援護資金の貸付制度がご利用いただけます。条件により貸付限度額がありますので、詳しくは復興対策室までご連絡ください。民間貸付住宅借り上げ制度のご案内です。住宅の全壊などにより居住する住宅がない方へ、民間住宅を2年間借り上げて提供する制度です。制度の内容など詳しくは復興対策室までご連絡ください。被災住宅の応急修理制度についてご案内です。被災した住宅の屋根、上下水道、トイレ等の日常生活に必要欠くことのできない部分への修理を市が実施する制度です。対象になる方などの詳しい情報は復興対策室までご連絡ください。ボランティアの方に作業を手伝ってほしい方は、ご覧の災害ボランティアセンター、またはおもやいボランティアセンターへご連絡ください。本日の災害ごみの受け入れは北方運動公園で10時から17時まで行っております。燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ、家電、畳に分別し持ち込みをお願いします。持ち込みができない方は分別してご自宅の敷地内にお出しください。随時回収に伺います。その他詳しい情報は武雄市のポータルサイトをご覧ください。